人生は縁でできています。この縁というのは決して早からず遅からず絶妙のタイミングで誰にも訪れるものです。この番組はそんな縁に的を絞りまして人の心の扉を開ける専門家村上信夫がいろいろな方々にお話を伺っています。今回も前回に引き続きまして宮大工の女将市川千里さんにエンタビューします。シャナナ TV は動画を作るのが難しい方でも美しく情報発信ができる画期的なテレビ局です。番組 MC になるとワンランク上の存在として知名度が上がりビジネスや活動がとてもやりやすくなります。撮影スタジオには必要な機材がすべて用意されており収録から編集 YouTube や公式サイトへのアップロード概要欄の文章ライティングまですべて専門のスタッフが行います。あなたは30分お話をして出来上がった動画をチェックするだけです。望みを形にするシャナナ TV であなたも番組 MC を始めてみませんか。おかみ今週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。昔おかみって言ったら叱られたことがありましてあの枠伝のおかみをここに呼んだらあんたはおかみ言ったら罰金やでとかって言われたんですけど罰金取りませんよねそうですねいろんな子から言われてますんでおかみさんってやっぱりね、はい、その方がしっくりくるんですね、うん、そうですかね。はい。さあそのおかみという呼び名もなんだけど、市川千里となかなかこうアナウンサー生命を相棒われるほど発音するのが難しいんですけどどういう由来で名前がついたんですか。千里っていう名前ですか。はい、あ姉がマリコなのであのマリコのママって書いてあバンリー、はい、で私が妹なので千里で千里で千里で姉がバンリーで妹が千里、はい、なんか昔そんな漫才師がいたんだけど、ね、いらっしゃいましたよね、うんうん、はい、へえ。じゃあある意味単純な名前だけど名前ってでも大事ですよね。僕もね信夫っていう名前でしょ。で僕はあの当時の京都の建仁寺の館長さんがつけてくれたんですよ、はい、祖父の縁でね。だけど後から思うと僕は人に言う仕事をしてるわけですよ。信夫の信夫って人面に言うだから、はい、あそうか、やっぱりこれは名は体を表すっていうのは生まれながらに決まってるのか途中からなんかその自分がその道を歩むようにできてるのかわからないんだけど、はい、千里もだからひょっとしたらそうですね、なんかね千里の道も一歩からというかね、コツコツとやってますけどね。1400年の歴史の宮大工を今に伝え、これから先伝えていくってことはまさに千里の道から始まるわけじゃない。確かにその通りだと思います。あの昔聞いたことがあるんですけど、うん、名前って実はお父さんお母さんがつけてるように思えて、お腹の中の赤ちゃんがテレパシーでね、お父さんお母さんにこの名前つけてって送ってるらしいんですよね。へえ。それがねやっぱりこれだけ何百万何千万っていう名前の中からその一つの名前をね選んでくれるっていうのは奇跡に近いじゃないですか、うんうん、それはやっぱりお父さんお母さんだけの作業ではなくてお腹の中の赤ちゃんからのメッセージらしいです。なるほど。じゃあもちろん気に入ってるわけですね、その千里という。そうですね、あの小さい時はそんな気に入ってなかったんですけど、うん、大人になったらあいい名前だな。名前って面白いよね。僕も小さい頃あんまりね、はい、なんかちょっとしっくりこなかったんだけど、今は自分で名乗りを上げる時にフルネームで名乗りを上げるようにしてるんですよ。あフルネームで、はい、いいですね、はいはい、うん、主人も変わった名前で。そうね、はい、あの水晶の章に麻布の麻って書いて章馬と読むけども、はい、秋夫って読むんです。秋夫というね、はい、そのご縁の話はじゃあちょっと次の方をご紹介した後にちょっとだけお待ちいただいて、はい、じゃあご縁その2から言いましょうか、杉本博文さん、はい、はい、杉本先生、はい、うん、あの私がまあ宮大工の女将になってから知り合った大学の教授の先生なんですけど、うん、建築の専門の方ですか。建築の専門の、はい、建築の教授ですね、はい、本当に今現代の日本のこの木の建築の第一人者の先生で、うんうん、あの大学の先生ってねやっぱりちょっとあの手の届かないこう少しはイメージとしてはあの怖い感じがあったんですけど、うん、その先生は本当に職人のことを思ってくださって、はい、いつも職人のこう目線まで降りてきてお話をしてくださるので、はい、大変分かりやすくてですね、あの小さいお子さんたちに対しても、うん、なんて言ったらいいんだ、こう無邪気にこう童心に返って話しているというか、うん、すごくこうスッとあの心に入ってくる言葉をいつもいただける。童心に返ってその杉本先生が話をしてくださるってこと、それとも
はい、おかみの方が童心に戻れるということ。あ、なんて言ったらいいんですかね。まあ、あの職人と先生が話してると、うん、男の人って不思議なんですけど、うん、こう宮大工のこう体験なんかたまにね、あの、はい、企業視察とかで来ていただくんですけど、はい、その時に男の人ってすごく無邪気になるんですよ。あれは男の子。あ、つまり特にご主人が無邪気になっちゃうわけ。はい、主人はまあいつもやってることなんですけど、うんうん、職人を見た男性がどんなにお偉い方でも何かこう少年心が出てくるっていうか。あ、じゃあ、ご主人と話をしている杉本先生が無邪気になる。少年心が出てくる。なんでだろうね。ちょっと自分はついていけないような気持ちに学ぶぐらい。そう、それは杉本先生に限らず、いろんなやっぱ男性見てきて、あ、皆さんね、こう宮大工の技術見ると、うん、僕もその仕事場にお邪魔した時にあのカンナをちょっと持たせていただいて、はい、カンナ削りしたけど、あ、村上さんも無邪気に見えておりました。なんでですかね、あれ。あ、なんかうまくはいけないけど、はい、夢中になっちゃうみたいなのもある。不思議だよね。やっぱりこう少年心をくすぐるっていうか、男の子はいつまでもあの男の子なんだなっていう。あ、それもあの前回お話しした養老孟司先生に言われて、うん、女の子はあのちゃんと大人になるんですって、脳が、うん、だけど男はいつまでも男の子のままだからだよっておっしゃってました。それ聞いたんです、その質問。ちょっと無邪気なところはあるかもしれないね、はい、なるほどね。でその杉本先生からいろいろなことを教わったっていうんですけど、例えばどんなことですかね。はい、ですね、杉本先生は本当にこう芯からの教育者でして、私は時折本当厳しいことバーンって言われることがあって、うん、えって思って、最初の頃はちょっとビクビクしてたんですけど、だんだん先生とお付き合いしていくうちに先生の本当の本気さっていうのが分かったんですね、うん、でもうそこからもうバンバン先生の言葉がやっぱり自分の身に入ってきまして、まずはあの知財知商という言葉。知財知商、はい、よくあのね、地産地消という言葉を聞くんですけど、はいはい、地財地消っていうのは地域の材料を使って地域の匠が、うん、あの商店の匠っていう字なんですけどね、はい、手がけていくっていうのが本来の日本の木なりわいって言って、一本の川でつながっていて木のなりわいがそこに成り立っているのが地財地消なんだよっていう杉本先生が教えてくださって、それはもう本当大切にしている言葉です。つまり半径何メートルかの中であの、はい、そこでの材木を使ってその周辺に住む匠が、建築を建てに携わっていくのが一番自然な姿だっていうことですかね。そうです。今、うん、SDGs ってね横文字になってますけども、うんうんうん、やっぱり古来からもう1000年以上前から日本はある一定量山からこう間伐してきた木を、一定量が大事なんですね。あ、一定量が大事ですね、うん、間伐してきた木を町で使ってそのおかげで山に光が届いて、はい、山の木々やあの森の、ね、こう動物たちが豊かに育って、うん、でその水を日本の、ね、あの人々がこう使って、またそれが川に行って海に流れ着いて、はい、魚がまたこう、ね、豊かな、ね、漁場になってっていうのがあの木なりわいだよっていうふうに教えてくださって、ああもうそれはもうもともと宮大工たちがずっと続けてきた、うん、今カーボンニュートラルって言葉がありますけど、うん、あの元祖カーボンニュートラル建築を宮大工は1000年以上続けてきているんですね。そのカーボンニュートラルをちょっとテレビをご覧の皆さんのために説明すると、はい、まあ、脱炭素って今言いますけれども、ね、はいはいはい、そうですね、木の建築っていうのはまあ炭素を出さないので、うん、そうだね、うん、それをずっと継承してきたのが宮大工で、それのまあ言い方が地財地消だよっていうふうに教えてくださいました。まあ、木の文化を継承していくのが宮大工の仕事だということですね、はい、うん、木なりわい、木なりわい、いい言葉ですね。いい言葉ですよね、杉本先生が教えてくださった言葉です。他には何かこう覚えてる言葉とかありますか。そうです、あの恩子、あの恩子地震って言うんですけども、うんうん、あの恩子地震ではなくて、これからはあの恩子送信と、はい、宮大工さんのような、ね、古い技術を使って、うん、また新しいものを作り出していこうじゃないかということで、この2019年から宮大工 SDGs というのを宮大工たちでやってるんですけれども、うんうん、例えば文化庁とともに作り上げた宮大工ツーリズムですとか、
あとはあの宮大工のサスティナブルアートということで、うんうん、モバイルチャスツというのを作ったんです。その時も杉本先生が全てちゃんとこう学術的にいろんなことを解説してくださって、まさにあのさっき村上さんがおっしゃったように、あの通訳者、私よりも本当に宮大工のことよく分かって、木なりわいのことよく分かってくださって通訳してくださるのが先生です。そのモバイル茶室ちょっと気になるけど、はい、あ、お写真が、はい、あります。どういうものなんですか。実際にある茶室じゃないの。あ、実際にある茶室なんです、うん。日本の文化と宮大工の技を世界に広めようということで、うん、世界どこでも世界中どこでも1時間で完成する本格茶室を作りまして、ただモバイル茶室っていうんですけど、実はあの豊臣秀吉が組み立て茶室を持って全国を行脚していたので、うん、歴史としてはとても古くて、あの使い回しができるというか何度でもあの組み立て可能ですので、例えば今だとあのホテルさんとか美術館さんなんかにあの買っていただいて、100年先もそれを残していこうという活動をしております。宮大工の匠の技を手っ取り早くこう見てもらう一つのこう、はい、見本みたいなものですね。あ、そうなんです。ただそれがあの宮大工の、うん、技が凝縮されてますので、うんうん、お弟子さんたちのまたこう修行にもなるんですね。その木組みの、そうです、木組みを組んだり、うん、あの宮大工って本当に大きな材料を扱うので、はい、1本切り損じちゃうと本当に何百万という損失が出てしまうので、あの継ぎ手仕口ってこう連結するこう作業があるんですけど、はい、木をそれをまず組み立て茶室で、うん、まあ、修行させてですね、はい、で本番の大きな、まあ、木に挑むっていうことで今作っております。結局この杉本先生って方は、まあ、あの建築のことがよく分かっているということもあって、はい、匠の気持ちを言語化する、はい、キャッチフレーズ、キャッチコピーのようにしていくのがとても優れた方っていう。優れた方ですね。本当あの私にはとても厳しいことありますけど、うん、あの職人の主人にはめっちゃ優しいです。シャナナ TV は動画を作るのが難しい方でも美しく情報発信ができる画期的なテレビ局です。番組 MC になるとワンランク上の存在として知名度が上がり、ビジネスや活動がとてもやりやすくなります。撮影スタジオには必要な機材が全て用意されており、収録から編集、 YouTube や公式サイトへのアップロード、概要欄の文章ライティングまで全て専門のスタッフが行います。あなたは30分お話をして出来上がった動画をチェックするだけです。望みを形にするシャナナ TV で、あなたも番組 MC を始めてみませんか。さあ、お待たせしましたというか、先ほどから名前が時々ちらほら出ているご縁その3は、お連れ合いの宮大工市川明夫さん、翔、はい、馬と書いて明夫というもそうですけれども、夫に出会う前に夢の中でなんかお告げがあった。それはあんまり言わなくていいんですけど、うん、あんまりそういうこと言っちゃうと、僕にさっき耳打ちしてくれて、それそれ個人的なあのちょっとね、本当にね、夢に出てきたんですよね。で、誰だろうなこの男性と思ってたら、お付き合いし始めてから同じシチュエーションが出てきて、あ、これ夢で見た。そう、予知夢ってやつですね。予知夢ですよ、ね、びっくりしました。なんかアラジンの中に出てくるような。それも言っちゃいけないやつなんですけど、言いましょうよ。あの主人と出会う前に、うん、アラジンという映画がちょうど公開されて、はいはい、で、まあ、見てて、アラジンって素敵ななんか、ね、男の子だなと思って、そういう男性と出会えたらなと思ってたら、主人と付き合い始めて、うん、あの現場に行ったらですね、主人の姿が白いターバンじゃなくて白いタオルに、あのニッカポッカってその頃若いからこの職人が履いてる、そうそう、 まだ若いからそういうの履いてたズボンね。そう、今はシュッとしたの履いてますけど、それ白だったんですよ。でアラジンもこう白いターバンに白いこういうね民族衣装着てて、あれ、あら、私のアラジンが現れたと思って。そう、え、じゃあおかみの方から惚れ込んじゃったわけ。まあでも仕事柄ちょっと惚れてるとは言えなかったので、うん、あの黙ってましたけど。よく分からんけどもさ、でもやっぱりその、はい、若い頃は、まあ、それなりにご主人もやんちゃな部分もきっとあったと思うけども、今はもう本当にこう、はい、宮大工の道を邁進をしてらして、はい、僕も一度お会いしましたけど、本当にあのザ職人だよね。ザ職人ですね。あ、まあ、でもザ職人って聞くとなんか頑固みたいな思われがちかもしれないけど、なんかね、職人さんたちって本当頑固な人はいなくてですね、
ぱり毎日さっき言ったようにね、こう右脳が開花していって、うん、もう常に作品と向かい合って、そうそう、はい、だから一辺の木材木切れに見えるけども、この木切れをどうやったら、はい、生かすことができるか、どうやったらその木が喜んでくれるかみたいなことを、はい、ずっと考えながら、それも瞬時で分かるみたいです、うん、あ、そうなん、木を見た瞬間にこう使おう扱おうっていうのがもう完成が見えてるっていうんですよね。だからこだわりは何ですかって聞かれた時に、うん、こだわってるうちはダメっていう、ダメなのさっき の,前回お話した茶道と一緒ですね。板につく、もう考えずにこうサラサラっとできていくっていうところが、そうそうそう、ちょっとこれも神がかった的な話になるけど、やっぱり芸術家の人たちって手が勝手に動くっていうよね。あ、やっぱりそうなんですか。あ、だからやっぱりなんか自分で我が我がと思ってるうちはまたダメなんでしょうね、みたいですね。そういうことを知ってましたね。ただそれも本当に寡黙な言葉の中から、寡黙だからこそ出てくる一言のキラッとした言霊っていうのをいくつも私はこの18年間、ちらっと教えてほしいな、そのキラッと輝く言霊、どんなこと言うの、勘が削りしながら、そう、ふと漏らす一言にキラッキラがあるわけでしょ。結構キラッキラッとありますけど、例えばキラッかどうか分かんないですけどね、同じ釜の飯を食うとかで、どういう意味なんだろうって思ったら、今私が毎朝お弁当作ったり職人さんたちに、ね、温かいご飯を用意して夜待ってたりする理由っていうのが、同じ釜の飯を食うんだよってことを聞いてからなんですよ。それは同じ釜の飯を食ってると、大きな、ね、重い材料を持ち上げた時によっていう時に力が合うっていう、それを感じるっていうんですね。ああそういうものなんだと思ったりとかですね。あとはですね、たまにね、お弟子さんに厳しすぎる時なんかあるんですよ。で、厳しすぎるんじゃないって言うと、本当にすごい悲しそうな切なそうな顔して、いや厳しくしてるつもりはないんだよ、正しさを教えてるんだよって言うんですよ。おー、厳しさではなくて正しさを教えてる。そうなんですね。正しさを教えないとやはり大きな事故につながったりですとか、さっき言ったように大きな何百万もする、ね、材料切り損じちゃったりしたら、やはり本人が大きな、ね、痛手を負うの で、ね、それを今教えておかないと、ね、こう身についてから教えたんじゃもう身にはならないっていうふうにいつも言ってますね。出会いはアラジンに惚れ込んだけど、今はもう宮大工としての心意気に惚れ込んでるんだね、きっと。今はやっぱり尊敬しますね。年々尊敬しますね、はい、だってその彼と出会ってなければ宮大工のお上にはさせてもらってないわけだから、はい、その通りですね。とあるね、私も大好きな師匠の方なんですけど、うん、お茶の師匠なんですけどね、はいはいはい、先ほどの小倉先生とは違う方、うん、師匠なんですけど、うん、その方に、千里さんは何もない人ですよね、うん、ご主人がすごい人だからですよねって言われた時に、うん、って私いつもいろんな、なんか頑張って打ち合わせも参加してるし、うん、お仕事もね受注してきたりとかやってるけどって思ったんですよ、うん、って一瞬思ったけど、うん、帰ってから私姉がいて、さっき言ったマリコですけど、あ、マリコちゃん、はい、電話して、ちょ海外住んでますけど、うん、電話してですね、こんなこと言われちゃったの、そう言われたんだよって言ったら、あ、ちいちゃんねって、それはあっくん、あ、主人のことあっくんって言うんですけど、あっくんはその技術は神様からの賜物だよって言われて、で、と思って、それを賜物をちゃんとこの次の世代にも残すためにちいちゃんがいるから、ね、その方がおっしゃった言葉っていうのは本当に大切な一言だよねって言われて、そこからはって、ね、自分が何かこうガラガラっとこうプライドみたいなのがこう積み重なってたのが崩れ落ちて真っさらになったのを覚えてます。だから我が消えたわけですね。その時に我が消えたのかもしれません。そう、はい、きつい一言だったんですけど、それがやっぱり身に染みて、ね、でもそういう言葉が入ってくるようになったのは、やはり小倉先生、先ほど言ったお茶の先生の、まず喋らないって静かにしてくださいって言って、そうすると人の言葉が入ってくるようになった。なんかとってもさ、おかみと話してると言葉に敏感だよね、言葉をキャッチする。あ、なんでですかね。なんか言霊ってよくおっしゃるけども、そういうのが割と身につきやすい
体質になってる、茶道でなったのかもしれないです。もともとそうではなかったと思います。僕が何気ないこと言ったことも結構ちゃんと受け止めてくださるじゃないですか。はい、なんかこんななんか元気なおかみだっていつも言われるんですけど、ちょうどねあの村上さんと出会った頃、ああこんなんでいいのかな、私自分自身が職人じゃないし、ね、どうして宮大工さん来ないでおかみさんなのなんて言われちゃうことがあって、でもやっぱりその都度、ね、宮大工が来れない理由をやっぱり宮大工が常に現場に向かってるんで、なかなかねこう社交の場には出てこれないんですなんか説明しながらも、自分の心の中ではああ本当に私職人でもないのにこんなこと語ってて何になるんだろうって思ってた時に、実はあの、ね、2人をこう巡り合わせてくださった木村雅子さんという女性がいらっしゃって、その方がおかみって、あなたはあなたの活動はゼロじゃないのよ、1なのよって言ってくださったんです。ゼロじゃなくて1、はい、もうその時わーって涙出てきて、いや今でもちょっと泣いちゃいそうなんですけど、私の活動はあゼロじゃなくて1なんだ、で1はいくつでもまた増える、ゼロは増えないけどって言われたんですよ。そうかと思って、で、ね、本当にその後あの私いつも勝手ながら職人応援団団長ですって言ってたんですよ。村上さんにあの勝手ながらって言ったら、いやいや応援は勝手にするものですよっておっしゃってくださって、そこであ自分が勝手に応援してることはいいんだって、うん、なんかすごい吹っ切れたんですよね。そういう言霊です、本当に私にとっては。で吹っ切れてから結構いろいろフェーズがこう変わってきて、変わってきたんだ。そうなんですよね。で今ね本当にすごくあの大親友のお友達が一人女性でいるんですけど、あのその子が一緒に手伝ってくれてですね、この宮大工の応援活動を今全国に広めて一緒にやってるところなんです。とにかくその宮大工というもうこの世界からこの日本からなくなってしまってはね、はい、困る技をいかに次の世代にバトンを渡していくかってことに今ものすごく一生懸命なんだけど、そのまあ温故知新的に昔あったものを今に伝えるだけじゃなくて、もっと広がりを持たしたいっていうことで今いろんなアイデアが浮かんできてる。まあさっきあの前回のお話の時に言ったように、うん、やっぱり職人がそこをやってるともう時間が足りない、うん、常に現場に向かい合ってる誰かがそのサポートをしないと本当に成り立たないこのものづくりの世界が、うん、なんていうんです、道からいつの間にかこう産業に飲み込まれて、うん、なかなかこう今の現代の時間枠には当てはまらなくなってきてしまってるんですね、うんうん、でも本当に尊いもので、そこには宮大工の道にはいつも思うんですけど、うん、日本の神髄があるんです。日本の神髄がある、はい、あの先ほどね、うん、やはりあの茶道の話もしましたけど、うん、そういった道っていうものは、うん、なりわいって書くじゃないですか、うん、日本のそのなりわいはどんななりわいでも道としてこうね目指していくと何かこう一つの大きなあの同じ悟りというかそういったところに達するものがあって、うん、それを日本人の精神性の高さはそういうところから来てるんだなってつくづく思うんです。それをなくさないために私たちがなんとかこう職人さんたちをサポートできたらなと、まあ、マネージャーですね、おかみは。そうね、まあはい、マネージメント的な部分もあるし、僕はプロデュース的な面もあるのような気がするけどね、横で見てるとね、うん、プロデュース能力はなんか本当にあんまりないんですけども、いやなりわいっていう字は生きる技って書くから、生きていくための技っていう字を書きますよね。なるほど、うん、はいはい、だから人が生きていくためには書くことのできないものだし、なんか今なんかね、なりわいってか今ほら仕事っていう字を書くじゃない、あれってなんかこう使えてるような、はい、自分が何かをこうなんか主体的にやるんじゃなくて、うんうん、なんか仕方なくというかしょうがなく的な意味合いもちょっとあるんだけど、はい、なりわいとなると、はい、いかに生きていくかっていう生きる術だと思うので、そうだと思います。道に通じる部分があると思うんですけどね。そうですね、やっぱり仕事ってビジネスでありイコールマネーみたいなところがあるんですけど、なりわいはなんかこうね、あの村上さんが大切にされてるその縁、縁の続きで最終的に日本円みたいなお金に落ちてくるのがなりわいかなと。だから日本って円ってね、うん、1万円って今円は丸っていう字で、あれはさ円がずっと重なってこうなっていくと円になるもんね、はい、あ、そうですね、それで円っていうのか。
なんかそんな気がだから仕事と生業って今村上さんおっしゃってふと思ったんですけど、うん、そういう違いがあるかなって宮大工たち見てて思います。まあ、でも今冒頭にその宮大工の技が絶滅危惧種になるかもしれないって話があったけど、まあ、お相撲でいうとこうなんか徳俵に足を引っ掛けてまだ土俵を割る一歩手前だと思うんで、ここはなんとか押し返していくことは可能ですかね、はい、今そうですね、うん、デジタル時代の子たちにどうやってこの技を伝えていくのかっていうのは、実はあのよくね教科書ないんですかとかいう子もいるんですよ。でも宮大工の継承の仕方って大学でも教えてないですし、棟梁がね口で教えてくれるわけでもないんですよ。本当棟梁の背中を目で見て学べと、真似ろと、もうそれしかないので、木伝って言うんですよね。あ、そうなんです。口伝ではなくて、口伝でもなくもう木伝に等しいんですね、うんうん、だからもう今手探りで今の時代の子たちになんとか継承していかなきゃいけないという思いでやってるんですが、今までのその1400年間結局言語化されてない部分ですので、まさにカオスなんですよ。それをどういうふうに言語化していくかって言ったら、やっぱりそこをちょっとずつあのサポーターというかマネージャーが女将としてやっていければなと考えてます。伝統っていうのもね、今はあの伝えるすあの統一の統っていう滑るっていう字を書いちゃってるんだけど、はいはい、なんか統合するみたいなね。そう、お茶の先生がね、はい、おっしゃってました。元々は、ともしびという、あ、ちょっと旧字体のともしびを書く。そうです、うん、あのそうらしいんですね、うん、あのそれは大人からそのともしびの光を次の世代の子供に伝えていくっていう思いで、伝統っていう言葉があるっていうふうにお茶の先生から習いました、うん、ってことは、今おかみがやってる仕事もそのともしびを絶やさないようになんとか消えちゃまずいから一生懸命種火をつけながら、はい、次に次にこうつないでいくっていう、そういう役割ですかね。まさに伝統継承を棟梁とともに女将としてやらさせていただいてます。でそれを宮大工だけじゃなくて、はい、他の職人たちの技も、はい、なんか一緒になって、あ、そうなんです、うん、あの現場ってやっぱ職人ね、宮大工だけじゃ成り立ちませんので、うん、もう日本のものづくり全体継承がね今大変なことになってますので、うん、今目指しているのは、うん、実はですね、あの、うん、職人村っていうのを今作ろうと頑張っております。お、はい、職人村ね、あの、まあ、宮大工の育成事業をプラス他の職人さんにも、まあ、伝えていくっていう、同じやり方であの職人を伝えていこうっていうことをやってます。なるほど、言葉の職人もちょっと混ぜてくれ、ぜひお願いします。指導に来てください、うん、いやいやとんでもない。やっぱり本当に日本のね伝統文化というものをねいかに伝えていくかとはすごく大事なことだと思ってるので、僕も微力ながらお手伝いをしたいと思います。もうそのお言葉が一番嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。